柘植山口神社に来てます。こちらはね、この古い神社なんですけれども、柘植ってここの頃の鎮守様ですね、こっちのちょっと近くにある神社はここにあったものを移されてるということですよね。で、ここの宮司様は神様の末裔とされている方みたいです。なんかいろいろありますね、この辺を読んでみてください。この本殿の裏山に、巨大な岩があって、それを崇拝しているそうです。それもなんか写真で書いてあったんですけど、裏山行くんですかね、どこまで行くのかがちょっと分からないんですけど、正直今日の登山はもうそこだけにしようかなと思ってるんですけど、どこ行くんですかね。でもね、そこ駐車場をね、どうやらね、ちょっと私違うとこ止めたんですけど、この神社の脇のここのそこみたいですね、あの遊具があるところの脇のところです。はい、参拝で見えてきました。裏山っていうのはこの山の話ですよね。どこにあるんですかね。行けるルートを書いてあるんだ。なんか池がありますね。池があって、こちらが御本殿ですよと。伊勢神宮の要拝でもこちらだと。まず本殿参拝していきましょう。詳細線入れていただいて、こちらの小林さんもいらっしゃいました。さあ、向こうですね、向こうにその岩倉があるんですね。なんか小林さんがいっぱいいますね。こちら神楽殿ですね。神楽殿があって、多分ちょっとこう何かの加減で、そうですね、顔が珍しい小林さんがちょっといらっしゃったんで、相思相愛みたいな感じですね。もう古いでしょうね、これね。そうだ。